さん。丸丸一丸二丸二丸三丸丸一丸二丸丸二丸三。はい、短期決戦です。6月14日9時43分でトレードを始めましょう。ポンド 140.23、 トルコリラ 31.26、 ビットコイン 2743。 丸2、丸4。 OK、 戻りそうだね。今なんか少しざわざわって下がってきたけど、丸2、丸3。戻りそうだね。スーパーカップ、なぜアイス1。いやー、なんかあれだね、バイオが賑わってるね。売っちゃったんだよな。丸1、丸3、丸2、丸3。丸一、丸三、丸二、丸三。いや、アンジェスは売ってないんだけどさ。どうしようかな。48円高だね。日経平均47円高。これホロンダメだったね。ホロン行くかと思ったね。アンジェスが寄ったんだね、これね。ホットリンクダメだね。伸びるかと思ったら、トランスジェニック、丸丸二丸三。丸二丸丸三丸四。どうだろうな。戻るね。ちょっと廃炉をやる前に株をね、株の注文出しとかないとさ。タイトルは廃炉師ってなってんだけど、天帝の廃炉師ってなってんだけど天帝の廃炉師、あれー、これか。はあ、なんか、ああ、ハピネス&D ってまだ上がってたんだね。バイオが上がってんだな。784。1万バルコトの784は12か、12でいいか。
どうしようかな、バイオね。あと1万あるよ。これお金移動されたのかな。丸三丸五。ああ上がるね。丸三丸五。大黒屋。大黒屋が上がってる。トランスジェニックいいな。刀剣コーポなんかすごい上がってるよ。刀剣コーポ当選まだ上がってんの。丸三丸四。夢展望野村マイクロ PR タイムスシステム D、 システム D トップだか。ちょっとソフト開発拡大、これいいんじゃないの。拡大、あーファイトもあるしね。丸二丸四。あーこれいいんじゃないの。いつも1000円で跳ね返されてる。丸三丸四。丸三丸五。トランス G 良かったね。トランス G 買おうかな。え、なんだ？システム D なんだ？6月だぞ今。6月13日。決算か。丸二丸四。ここ。丸二丸三丸二丸四。6月13日。あ、情報修正してんだ。丸二丸三。ああなるほど。情報修正であれなんだ。なるほどなるほど。丸二丸三丸四。システム D が急騰し、100円のストップ高778円をつけ、同値買い気配となっている。大幅な増益で着地し交換された。丸二丸四丸二丸三。何？先行3事業、学園、ウェルネス、ソフトエンジが順調に進展したことに加え、再三軌道に乗った新規2事業、高教育、高会計が業績を伸ばしたことで大幅な増益を確保した。システム3804。トランスジェニックの方がいいじゃん。丸三。丸二丸三。なんかあれだな。上がってたやつが下がってんな。丸三丸四。当選上がってるけど、トランスジェニック、トランスジェニック買うか。これ下がんないだろう。丸四丸五。今から買うのか。なんかあれだけどな。買うか。
買うか。後になってからじゃあ。丸三、丸五。トランスジェニックでしょ。丸三、丸四、丸三、丸五。丸三、丸四。あれ、トランス。丸四、丸五。丸、丸五、丸六。866の。丸、丸五、丸六。9500。割ることの。十変えるわ。十。丸四、丸四、丸五、丸六、丸五、丸四。あ、丸五、丸六。十カップしか買えない。あれ、お金移動終わってんのかな。終わってればもっと買えるけどな。丸四、丸、丸四、丸五。よし、入った。丸四、丸六。よし、入った。丸四、丸五。うん、いいね。アンジェス寄りながら、あ、アンジェス、あ、そうか、アンジェスか。アンジェス寄りながら上がっていくから、いいね。ほら。最後によるとさ、引けでしか、数値が、含み益が変わらないからさ。丸4、丸5。さ、途中で寄るとさ、数値が変わるんだよね。システム D でもいいけどな、システム D、ただの情報修正でしょ？情報修正ぐらいじゃな。丸四、丸五。入るを出すか。もう10時前なんだね。今日何？14日か。五等日かと思った。ああ、十日か。丸三、丸五。ああ、なんとかあれだよ。血液検査終わったよ。とりあえずね、経過を見ましょうってことになる。経過を見ましょうって。血液検査ね。経過を見ましょう。また半年後に検診に来てくださいって。白血球が多いとね、脳卒中になる可能性があるんだってさ。それだけなんだよね。他の数値は全部いいんだけどね、白血球だけね。とりあえず何も薬もないし、丸三、丸五。よし、いいぞ。丸三、丸三、丸五。やるか。丸三、丸四。丸三、丸五。なんかな、この状態、この状態嫌な感じだよね。丸五、丸四、丸五、丸三、丸四、丸五。ここでやるのはちょっとな。ちょっとメールを見てみようか。お金が入ってれば。国新さん相変わらずの独り言配信。独り言配信だよ。丸三、丸五。でもほら、夜中にちょっとやってさ、35,319円だよ。丸三、丸五。ちょっと増えてんだよ、入ろう。丸四、丸、丸三、丸五。あれ、北新さん、今日もいるの。丸三、丸四。今日もいるの。おはよう、北新さん。ちょっと増えてんだよ。一人ごろで配信いいじゃん。いいんだよ。でも視聴者いるんだよ。見ててくれる人いるんだよ。結構ね、話しかけてこないけどね、どんなだろうって。うん、少しね。
あれで話しかけては来ないけどね、どんなんだろうってね、見てる人がいるんだよ。いいんだよ、それで。うん、音の調節してみたんだけどね、どうだろうね。あんまり小さくするとさ、読み上げが小っちゃくすぎて、あ、読み上げは大きいんだけど、読み上げを小さくしたいんだけどね、なんかね、読み上げだけ小さくすることができないんだよ。そのふわっちの読み上げをさ、大きくしたいんだけどさ、それもできないしさ、なんかね、いろいろ微調整したいんだけどね、なかなかね、なんか、あれだよな、下行きそうな感じするんだけど、どうなんだろうな、これ。朝さ、ほら、なんか下行きそうじゃん。朝さ、109.8、4ぐらいまであったからね。だから下行くんだと思うんだよ、これ。さりげなく、下狙ってんだ。トランスジェニック終わりかな。メールを見たいな。ポンド強えな。いやー、ポンドあのまま持ってたらさ、4万ぐらい儲かってるとこだよ。今4万でかいからね。あれだよ、リップル買ったんだよ、またリップル、リップルっつって。またリップル買っちゃったよ。もう何度騙されたか、リップルには。 FOMC 15日とか言ってる。15日の朝とか言ってるよ。15日の朝って教えてくれたけど、14日だと思ったらね、15日の朝だっつってよ。15日って、ああ、そっか、15日の朝。あ、15日の朝って、今日の朝、今夜のことか。あ、そうか。そうそう、FOMC 近いよ。まだ入金されてないな。そうか、そうか、FOMC が近いのか。あ、そうか、そうか。丸三、丸五。丸四、丸五。あ、上行くじゃん。丸三、丸三、丸四。上行きそうじゃん。丸四、丸五。上行きそうじゃん。ああ、なんかピシューって上出たね。丸五、丸六、丸四、丸四、丸五。丸五。下行かなかったね。上行ったね。ほら、飛んだ飛んだ。丸四、丸五。戻った。今日は勝負しないの。あ、そう。すごいな。さすがだな。慎重だな。慎重だな。まだお金がこっちに来てないな。仮想通貨みたい。仮想通貨。仮想通貨ね、リップルがいくらになってるかなんだよね。あ、ビットコイン上がってたからね。ビットコイン上がってたから、心配はないんだけど。暴落してなければ、下がんないでしょ。よし。リップル、リップル。丸三、丸四。リップル、リップル。僕は FOMC が、教えてもらったから、あれだ、気づいたからよかったね。FOMC って分かった、でも、FX やってないからさ、FOMC も何もないよ。あ、でも夜中に、丸三、丸五。夜中にやだ、入ろう。スワップで14,000円 MTSE100 が配当日だし。ああ、そう。
あ、14,436円。あ、リップル上がってないわ。リップル上がってないわ。あ、リップル下がったじゃん。リップルダメだな。丸四、丸五。暴落さえしなければ、でもイーサリアムとか落ちそうだよね。リスク強えな。相変わらず強えよ。なんて？北進さん。勝負しなくてもスワップで14,000円。あ、今日配当日なんだ。おいしいね。ふぅ。イーサリアムクラシックって、いくらって言うんだ。いくら。いくら。いくらちゃん、おはよう。上がんないな、リップル。つまらん。ハトズカつまらん。44。あ、トランスミック下がってきた。リミックスは未だに頑張ってんな、これな。ホットリンクダメだったね。ホロン、ホロン暴落、崩壊してんじゃんか、ホロン。ホロン崩壊してる。システム D。あ、テクノセブン。テクノセブンってあれ中古車じゃなかったっけ？ん？なんだ？テクノセブン。非上場のソフト会社なんだ。非増益。ビー増益。テクノセブンね。面白いね、この会社ね。オプシーさん、そんなに動くのがいいなら、こうへんやろう。ポエン FX で。だから、ポエン持ってたんだって、大黒屋。ダメだって、ポエンやったら、全部なくなっちゃう可能性があるから。あ、メドレックスが上がってる。丸三、丸四、丸三、丸五。メドレックス、このチャートひどいわな。丸三、丸四。いや、ポエンやってたことがあるんだけどさ、ダメだった。最終的には負けんだよ、あれ。いい時もあるけどね、最終的には負けるよ、ポエンは。無理すぎる、動きが。時間はあと6分。最後ね、頭がついてこなくなる。麻痺してくる。あ、PSS が上がってんな。値下がりは？あ、買い取り下がるの、ホロン下がりの。あ、セーラー広告下がりの、ビクセラ下がりの。オーグキャピタル下がりの、アプリックス下がりの。全部、あ、東芝も下がってる。丸三、丸五。今まで上がってたのが全部下がってんじゃん。これ入れ替えだな。大黒屋上がるかな。大黒屋ね。大黒屋、業績は？業績がね。迫力不足って書いてある。丸丸三丸五。丸三丸五。迫力不足。大黒屋迫力不足って面白いな。
ああ。だこれいくらまでいってんのこれ。350円ぐらいまでいってんの。丸三、丸五。いいかもな、大黒屋な。丸、丸、丸三、丸四。トランスジェニック買わないで大黒屋買おうかな。丸三、丸五。6993。丸三、丸四。丸三、丸三、丸四。丸三、丸五。ああ、でも下がんな。丸三、丸四。丸三、丸五。丸四、丸、丸三、丸五。丸、丸、丸五、丸、丸四、丸五。丸五、丸六。丸六。丸五、丸七。丸七。丸五、丸六。いや、トランスジェニックだな、やっぱ。あ、リソナ600円だ。すごいね、リソナ。大黒屋忘れずに。ヤーマンってすごいね。美顔器。丸四、丸六。すごいな、ヤーマン。丸四、丸五。球心。丸四、丸六。すごいな、これ。6630。丸四、丸五。次回いくらだって？346億か。すごいな。丸四、丸六。またアプリックスがはしゃいでるぜ。モブキャスター終わりだろ。丸四、丸五。グニ、グニ、大真空、メドレック面白いんじゃないかな、逆にね。高止まってたんだね。こっからどこまで行くって言うんだ、メドレック。これ、大赤字じゃんか。わかんないな、大黒屋。特許フォーカス。沢井製薬。モンテルカスト含有航空内法会場。なんだそれ。北朝鮮高速の米国人学生を解放。終わりかな ?36 秒。はい、ご視聴ありがとうございました。丸2、丸3、丸4。よし、安定してるね、通信が。また下来たね。丸2、丸3。下来たよ。
丸三、丸四。丸二、丸四。丸二、丸三。丸二、丸三、丸四。